こんにちは、亀蔵です。月光マーケット2022に出店してきました。当日はたくさんの方にブースに来ていただきました。ありがとうございました。結構ね、知り合いの方はたくさん出店してたんですけど、亀蔵くん、なんでこのイベントに？みたいなことを笑いながら、言ってくださった方もおりましたし、亀蔵って書いてあったけど、亀蔵くんじゃないのかなと思ったら、やっぱり亀蔵くんだったとかね。もう会場のね、雰囲気はすごく良くて、居心地良かったです。事務局スタッフの方には、ありがとうございましたと、大変お世話になりましたと思っております。おかげさまで、ヤモリ、それから植物、それから持っていったもののどういう反応かなという、こちらの金具もこれどうやって使うんですかっていうね、聞いていただいて、発想は面白いですねとか、そういう感じでですね、意外と売れました。ね、持っていってなんですけど、あんなに売れるとは思いませんでした。本当にありがとうございます。使っていただいてですね、ちょっとこういう部分いらないよとか、ここはもっとこうなってる方がいいよなんていうことがね、ありましたら、こう言っていただけると、次のですね、制作に活かしたいと思っております。あと展示方法でですね、意外と評判が良かったのが、これですね、100均の300円のシューズケース。これにですね、穴を開けて、これだと蓋がこういう風に開いちゃうので、これもですね、ステンレスで金具を曲げて、こんな押さえにして展示してみたんですけど、意外とこれが評判が良かったです。あくまでね、展示用で、実際に飼育するには、こういったプラケとか、ああいった専用のケージの方がいいと思います。ちなみにこの今入ってるのがですね、我が家で一番長くいます、16歳のクレステッド月光のオス個体だったりします。販売証明書の方にね、クレスの寿命を書くときに、だいたい15年とか書いてるんですけど、16歳ということで、もうね、トゲトゲがちょっと、わかりますかね。ちょっとなくなってきてしまったりしている、ちょっとおじいちゃんクレスなんですけど、まだまだね、元気です。なんで20年ぐらい生きるんじゃないのっていう話もあるので、この個体をですね、なるべく長生きできるように飼いつつ、実際クレスどれくらい生きるのかなというのが自分でもわかるかなと、そんな風に思ったりしながら、飼育しています。もうね、ご隠居さんでメスと一緒にもしていません。単独飼育で飼育しています。結構100均のこういった売られているものに穴を開けてね、ここは O じゃなくて C です。ちょっと穴1個いらなかったかなって感じなんですが、こういったものを作りつつ、うちの嫁蔵の趣味で私は標本にされて飾られておりました。で、今回は初めての試みで、せっかく YouTube をやっているということで、チャンネル登録していただくと、割引しますというようなね、ことで、こんなものも用意してブースに置いておいたところ、購入していただいた方々全員にチャンネル登録をしていただきました。また普段からですね、チャンネルの方をご覧いただいている方も、来ていただきまして、本当ありがとうございます。中にはですね、こういった、こんなかっこいいトーブハコガメのステッカーを持ってきていただいた方もいました。ありがとうございます。早速、亀ゾーンのこの場所に飾らせてもらっています。植物の方も、こういったグラキリス持っていったものは売れまして、ダースベイダーなんかも売れて、グラキリスは今現在花をつけて、この間友達宅で受粉したグラキリスがここですね、これがもうすぐこうグイッと伸びてきて種ができる状態になっています。イベントの時にまた販売するかもしれません。持っていってですね、良かったなと思ったのが、ヒョウモンナキヤモリの親個体、こちらの個体を持っていきました。今までのイベントですと、僕はいつも亀を持っていっているので、ヒョウモンナキヤモリをですね、1匹2匹置いててもあんまり気づかれなかったんですけど、今回はですね、やはりヤモリのイベントということで、結構たくさんの人に見ていただいてよかったです。ナキヤモリなのにこんなに大きいんですねということで、親個体の迫力のある姿をお見せすることができて、ね、かっこいいとかかわいいとか、トゲトゲしてるとかね、目が金色だとかね、そういうね、ところが伝わったかなと思います。
今年の卵はこちらで管理中です。まあ、魔物帝ヤモリもですね、おかげさまで旅立っていた個体もいます。で、微妙にですねスペースが空いたので配置替えをして、ウニ玉の方をクーリングしていたものを温めて、まあ、もうちょっとしたらうまくペアリングしてくれればなという感じで管理してたりしています。クレステッド月光はもう持っていった個体が全て旅立っていきました。宗谷はですねこちらとなります。今さっきまでペアリングさせていました。終わったようです。持っていったメス個体のお母さんはこの個体ですね。こんな模様の個体でした。あと持っていったオスの方の親個体はこちらです。メス親はこんなメス親でした。普段はこんな環境で飼育していました。で、まあ、今回ねこういう展示ケージを廃材を使って作ってみたんですけど、まあ、よくできてるねというふうに言っていただけまして、で一番最初にうちのブースに見に来たのが、東京都の愛護センターの方々 で展示のね仕方とかは褒めていただきました。ちょっと嬉しかったです。はい、このケースは、まあ、せっかく作ったのでまた何かのね機会の時に使おうかと思います。で今回ですね会場の方が動画撮影は不可ということで、で写真もですね、まあ、写真撮影不可のブースなども最近多いので、もう特に写真はですね撮らず、自分のブースをですね設営した時に撮っただけという、あまりね会場の風景というかそういったものは、申し訳ありません、ありません。ただ様子としてはですね、やはり第1部第2部は結構人がたくさん来てですね、2年ぶりだったんですけど、もう久々にこう出店側からの会場のもう熱気といいますか、そういったものはすごく感じました。第3部の方ではですね、僕の友達もたくさんブースに来ていただきまして、南関東カメ連合の何名かブースの方来たんですけど、南関東カメ連合って完全にカメのグループ名なんですけど、結構ね僕以外にも最近ヤボリにハマっている方が何人かいらっしゃるので、まあ、もしかすると、来年は南関東カメ連合ヤモリクラブということで、出るかもしれません。 3,4 人ぐらいで出る可能性があります。その時にはよろしくお願いいたします。まあ、去年ねイベントに出ていなかったので、結構ねちっちゃい紙がわら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 としておりますので、まあ、次はですね、まあ、11月にトンブリありますけど、まあ、その前にですねこの子たちを持っていって、もしかするとどこかのイベントに出展するかもしれません。その時はまたよろしくお願いいたします。ということで今回は月光マーケットに出展してきましたという動画でした。それではまた、バイバイ。